皆さんこんにちは。日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年7月18日、朝の9時過ぎなんですが、ヴィッセル神戸の皆さんへのメッセージ、2023年、前半と言いましょうか、1としましょうか、メッセージです。本日7月18日ですが、ここまで、試合が終わって首位、皆さんよくお互いに頑張りました。今シーズンイニエスタ選手が引退する試合、少しだけ見ていて、途中から、見なくなったんですけども、もともとその日本に来てほしいって言い始めたのは私であって、三木谷さんに頼んで、来ていただきました。で、日本の子供たちに、サッカーを教えてあげたりだとか、日本人選手の人たちにも、いろんなことを教えてあげてほしいと、そういうふうなことで、来ていただきました。世界の中でも5本の指に入るんじゃないかなと、私は思っています、イニエスタ選手のこと。クリスチアーノ・ロナウド選手やメッシ選手が、1番手を、争ってる中でっていう、その中に割って入ってきたのが若手の、例えばブラジルのネイマールだったりだとか、どちらかというとイニエスタ選手は、メッシ選手や、クリスチアーノ・ロナウド選手と、同じぐらいの世代ですけども、世界の5本の指に入るのはまず間違いない、と私は思っていました。これはイニエスタ選手への、メッセージですけども、日本に来ていただいてありがとうございます。最後はテレビの放送、試合の途中で、見るのやめたのは単純に、晩ご飯買いに行ったりだとか、そういう生活的なところでね、どうしてもいろいろあるといえばあるんです、私の方も。ヴィッセル神戸で実際プレーしていただいて、ご理解できたとは思うんですけども、僕もね、新聞とかテレビのニュースがどこからどこまで本当なのかわからないんですけども、その年俸がね、例えば日本のプロ野球選手だったら、すごくたくさんもらっている人が6億円だとか、そういうことを表示されてるんですけども、日本の総理大臣で、安倍晋三さんという方がいらっしゃったんですが、知り合いの方だったんですけども、その方が日本で任期が一番長かったんですけども、年収2400万円ぐらいであると。正規の算定表通りじゃないんですけども、昔から内閣の人たちとか、内閣っていうのは総理とか各大臣のことなんですけども、総理も大臣です。総理大臣です。自主返納してるんですよね。国の方に。で、あと労働時間で調整していたのか、もしかしたら、年収だから、そこから所得税の控除だと思うんですけども、2400万円ぐらいなんですよ。で、そういった中でね、もちろんその、いただいた年俸から私が聞いてる話では、宿泊費とか交通費とかを自分で出してるっていうことは聞いてるんですけども、
まあ、金額がちょっと大きすぎると。特にヨーロッパの、サッカー選手の方とか、まあ、日本もそうですけども、まあ、私の方で年俸規制かけさせてほしいなと思ってます。今回の、裁判で。まあ、世界中がそれに対してどういうふうな対応になるかわからないですけども、まあ、今いきなりお金の話から入りましたけども、先進諸国どこも少子化なんですね。で、富の分配がしっかりとされてなくて、まあ、もともとサッカースタジアムって国民の税金でどこの国もスタジアムを作ってお金を得てる立場ですから、はっきり言ってあんな金額を本当に得ていたら横領罪なんですよ。で、まあ、なぜこういうふうな形になったのかなという謎はあるんですけども、ぜひ、イニエスタ選手にね、母国へ帰ってから、その辺のところね、もし本当にその巨額の年俸をもらってたらですよ、だからテレビとかでも嘘を言ったりするっていうことは私は分かってますから、まあ、それでも騙されてしまったりすることあるんですけども、だから、エネルギーの残存量問題とかしっかりと覚えてもらってね、天然ガスなんかは、技術的に採掘可能な、天然ガスは今のところ50年分もうないんです。で、ガンダムっていうアニメ、まあ、日本の有名なアニメで世界でもそれなりに名前通ってると思うんですけども、その初代ガンダムを、作られた富野さんっていう方がいらっしゃるんですけども、今年で81か2歳の方ですね。で、その方が若い頃は、イタリアの、まあ、学者さんですかね、政府の方ですかね、誰かが、まあ、エネルギーの残存量は残り80年分だと、そういうことをおっしゃってるんですよ。で、もちろん世界中、次の地点、次の地点というところと、あと、どん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 深くへ、ずっと掘り続けてるんですけども、石油の採掘とかガスの採掘とか、石炭、ウラン鉱、金属、そういったものの採掘なんですけども、これね、原油に関しても、石油に関しても、これ、2019年で、まあ、国連のデータなんですけども、世界国税税っていう本が日本で販売されていて、まあ、そこでデータが出てきてるんですけども、2019年で残りの残存量は69年分なんです。で、これは数年前に私の方で、何年から何年に対して、この国、技術的可能な石油の埋蔵量は数字が変わってないと。これどうせ計算してないんでしょうって、採掘した量をって、それしっかりと計算してくださいって言ったら、2020年のデータがここ近年に上がってきたんですけども、まあ、世界中から集計するので、国連の方で。で、それを発表するのはどうしても、1年、2年遅れたデータ、遅れて、そのデータが上がってくると。まあ、そういうような形なんですけど、2020年のデータで、石油の採掘、可能な埋蔵量は 53.5 年分に一気に減ったんですね。だしっかり数をカウントしてなかった可能性が非常に高い。で、石油の消費量なんですけども、その発展途上国がどんどん先進諸国化してきて、石油の消費量は増えていってしまっていると。で、多分2023年、まあ今年ですけども、1日の石油の消費量、要するにガソリンとかですね、1億バレルを突破していると思われます。1億バレルとはリットルに換算すると158.、まあ、その先の数字を忘れましたけども、だいたい160リットルぐらいで考えてくれたら良いかと思います。だから1日で160億リットルを消費している可能性が高い。もうここ近年になってくると。そのデータは1年後か2年後ぐらいにまた新しく発表されると思いますけども、増えっぱなしなんですよ、消費が。で、石油とかガス、石炭、ウラン鉱は、原子力発電の、まあ、燃料棒の元となる
素材なんですけども、それもね、あの技術的に採掘可能な埋蔵量は、大体800万トンぐらいと言われています。で、世界中で現在稼働している原発が400数十基なんですけども、建設計画中を含めると600何十基になると。で、これね、日本の原発程度なら私の方でも調べたんですけども、古いものだと30万キロワットの発電能力とか、まあ、10万キロワットぐらいのものもあったかな、結構ね数字が低いんですよ。で、最新の今のものは、100万キロワット以上なんですね。で、今建設計画中のものとかだったら120万キロワットとか130万キロワットとかなんですよ。っていうことはそれだけ、まあ、もしかしたら燃焼効率上がってるかもしれませんけども、それだけ早くウラン鉱を、加速させる、加速して、消費が加速されるっていうことなんですよね。発電量が多いっていうことは基本的に。で、片や閉鎖されていく原発があるんです。老朽化と伴って。で、これは世界中どこも同じなんですけども、その、建設計画中も含めると600何十基っていうことは、まあ、稼働してるのは老朽化で、その閉鎖されていく原発もあるでしょうから、まあ、400何十基で横ばいになるんじゃないかなというのが私の見立てなんですけど、ただ、1基あたりのね、発電量が、だいぶ数字が大きくなってきますので、そのウラン鉱の消費っていうものは加速するんじゃないかと。そのウラン鉱の中から、ウラン235だったかな、まあ、いろんな番号が振り分けられてるんですけども、まあ、そこから、それがね、大体ウラン鉱の中に含まれてるのが 0.7% ほどなんですよ。で、それを取り出して、濃縮して、まあ、原発に回すのが、その 7.5% から取り出した、ものを、3% から 5% ぐらいまで濃縮したものを、まあ、原発に使用すると。だからそういうことで、ウラン鉱も正直50年分ぐらいしかないんじゃないかなというのが私の見立てなんですよね。で、今国連に要請しているのは日本の政府を通して、世界国税税とかでね、世界中の石油とかガスとか、ウラン鉱、あとは金属も含めてなんですけども、採掘しているその深さっていうものを、一覧表を出してほしいと、各国の。で、今のところインターネット上で調べれるものは、一番深いところまで掘ってる国はロシアで1万5000メートルまで掘ってるんです。そこまで頑張って、採掘してくれています。これが世界の現状であって、まあ、オリンピックに関しても私のホームページで、エネルギーの残存量問題に対して、正直ね、あんまり人気のない、注目の人たち、もうこれオリンピックで、行わないでくださいと。世界大会とかももうなしっていう形で、バッハ会長に動いてほしいということで、まあ、バッハ会長も淡井圭介のこと知ってますから、まあ、サッカー界もそれに合わせてね、エネルギーの残存量問題と富の分配に関して協力していただきたいと。それは母国に帰ってイニエスタ選手の方も広めていただきたいと。これ、石油とか石炭とか、ガス、ウラン鉱の輸入が止まってしまうと世の中どうなるかって言ったら、例えば日本だったらほとんど自国で石油とかガス賄えないんです。石炭もそうなんですけども、原発の元となるウラン鉱も、自分の国で、採掘ほぼできません。で、止まったらどうなるかっていうと、食料、日本中の物流が止まるんです。物流が止まるっていうことは、スーパーマーケットに食料とか並ばなくなるんです。で、1億人以上が餓死します。確実に。これが現実なんです。
で結構目と鼻の先のところまで来てるっていうのはこれが世の中の現状なので、まあサッカー界も国際戦含めて試合数減らしてほしいのと、まあ僕の方からの改革ではサッカー界、日本のサッカー界だと2リーグ制にして6球団ずつにしていただくと、で年俸規制も上限かけさせていただけますと、かけさせていただきますよと、5000万得点王とか長年プレーしていてそういうふうな、立場になられた方が年収5000万に到達できる、そこから自分の、交通費とか宿泊費を捻出してくださいよっていうような形ですね。だからまあみんなの税金で作ったスタジアムですから、はっきり言って、再三で言うと大赤字なんです。なのに多くの、所得を稼げてる時点でおかしいんです。だからその辺のところでね、徐々に規制をかけさせていただくと、まあこういうふうな話に、なります。その年俸の中にいろんなもの全て含まれますよ。著作権とかね、そういったもの含めての年俸ですから、国際的なスポーツのその試合数も減らしたりだとか、そういうふうなね、特にクラブのその世界一を決める試合とかね、世界中各国どこの国も、1チームクラブチーム出場できるのは1チームだけに限定させてもらったりとかね、そうすることによって、数を減らさなかったら世界中飛び回る人たちが、増えるでしょう。でそれを減らさなかったらどうしようもないで、あとお客様もまあ基本的にほぼ全員が電車とかバスで見に来てもらわなきゃならない。エネルギー効率がいいのは電車やバスですからね。一般のその車を乗って球場に見に来られるっていうのははっきり言って勘弁していただきたい。まあこれが世の中の現実であって、それに向けて対応しなきゃならない。だからまあなんて言ったらいいんですかね、そのサッカー界も神がかり的な力云々の部分とかもあって、で選手が活躍できるできない部分もありますから、もしまあイニエスタ選手も今まで自分が活躍できてきた中で自分にね力を貸してくれてた人、まあ、頭の中とかそういうことです、そういう人心当たりがいるんだったら、まあ、その人にしっかりと、お礼していただいてね、敬意表していただけたらいいんじゃないかなと思います。今だいぶヴィッセル神戸に関しては選手層の入れ替えがだいぶはっきりと行われて、まあ良い位置に入れるっていう部分もあるんですけども、まあこちらの方もうまく対応してるつもりです。全力尽くして、まあ後半戦もありますが、まあちょうどプロ野球と J リーグのその優勝日本一が決まるのが同じぐらいの時期ですけども、まあその辺私はもう今年しっかりと軸は阪神タイガースが日本一を、獲得すると、そこに照準絞ってます。でヴィッセル神戸も、今シーズン優勝できたら優勝して、まあその後は、まあ、当然優勝がないと、まあ、そういうふうな形になると思います。まあ、2リーグ6球団制とあと複数本拠地制度、それによって収益性を上げて、まあ、今まで作りすぎたこのスタジアムを、活用してエネルギーの残存量問題にも取り組みつつ、その遠方からね、例えばお金持っている人たちとかが、その自分の住んでるね都道府県だけじゃなくて遠方から見に来られる方とかもいらっしゃるでしょう。
例えば上位3チームぐらいだったりとか優勝争いしてるところ、そういうふうな形の観戦の仕方じゃなくて、選手の方からチームの方から、例えば3月だったら沖縄とか、まあ、九州とかの南の方とか、まあ、四国だとか、まあ、まあ九州もしかしたら全般になるかもしれない、まあ、そういうふうなところで、試合を行って、季節に合わせて徐々に北上、まあ、中国地方とか、まあ近畿地方、関東地方とかで試合を行ってもらって、夏場は東北、北海道、北信越で、試合をしてもらうと。そういうような形でね、希少価値を生み出すことによって、まあ、2リーグ6球団だったら、まあ、ある程度下位にある球団にも、お客さんがある程度、まあ、見に来てくれる。で、遠方から見に、お客さんが来るんじゃなくて、選手の方から移動して複数本拠地制度で、その地域の方たち、まあ、近隣の方たちに見に来ていただくと、まあ、サッカーが好きな人たちに、まあ、そういうふうな、形に切り替えられたら収益性も、さまざまな面も、変わってくると。だから、河川の土砂のかき出しとかそういったところを協力してくれるんだったら、試合数を増やして、例えば1軍の登録選手の数を、例えば、まあ、極端な話50名とかにして、で、連日で試合を出るのはなしとかにしてとか、まあ、そういうふうな形でね、今年も河川の氾濫とかがありましたけども、土砂災害とかもありましたけども、河川の、ね、土砂のかき出しを行うだけで河川の氾濫はかなり数が、減らせます。僕が撮影した河川水門開閉式ダム発電とかを見てもらったら分かると思うんですけども、結構土砂が堆積してるでしょ。で、一応僕が撮影したところの、向こう側とかその上流のところに関してはね、まあ特に河川の横幅を広げなくても、河川の氾濫はまずないです。大雨を経験しても今の形状であれば大丈夫です。まあ、数年、今から20年ほど前に港川という川が氾濫したんですけども、そこは、上流に山王ダムと烏原の水源地っていう、まあ、ダムが2つあるんですけども、烏原の水源地の上に石井ダムというダムをもう1個作って、そこから石井ダムから烏原の水源地に流れてくる水が、まあちょろちょろと言いますかね、一定の量しか流れないようにしてるんです。上流から あの河川が流れ込んできてダムっていうものは作られてるんですけど、二段ダムにすることによって河川の氾濫が起きないようにしたんです。これは何かっていうと、烏原の水源地が大雨の時に溢れ返りそうになって、上流部のところから多分放水してたと思うんですよ。そうすることによって港川のちょうどねカーブのところ、水は大量に流れ込んできたときに、カーブのところでどうしても壁にある程度当たるでしょう。それで壁を乗り越えてきてね、河川の氾濫みたいな形になってたんですが、そこは二段ダムという形にして川幅を広げなくても、河川の氾濫が起きないように、しました。これは各地域によっていろいろ変わってきてるんですよね。で、今年に関しては九州の北部での河川の氾濫に関しては、観測史上、1位を記録したり、そういうふうな大雨によって、土砂災害とか河川の氾濫とかが発生してますので、NEの残存量問題を話して分かったと思いますけども、ガソリン使ったら負けなんです。要するに重機なんか使ったら負けなんです。スコップと、まあ、シャベルというか、まあ、スコップ、大きなスコップと、あと、まあ、一輪車。あれもね、本当は河川の底とかデコボコしたりしてるところはしてるから、四輪車にしとかなかったら、まあ、大人数で行った場合、まあ、どうせ誰かはこかすでしょ。せっかく。
ね、土車を入れたのに一輪車を。で、まあできれば四輪車に改造したいところなんですけども、とにかく今あるものだけでも、利用して移動しながらね、その河川の土砂のかき出しとかも行っていただけたらなと思います。例えば僕が秀和株式会社で働いていた時とかは、2000年の頃とかは、年末になったら1万リットル売れたりするところはまあざらにあって、とんでもないところは1万4千リットル近く売れたりしてたんです。だから、まあ、1万リットルで灯油缶に直すと灯油缶1つで18リットルなんです。だから1日で550缶分ほど運んだりするんですけども、トンに換算するとまあ灯油の方が水より比重はちょっとだけ軽いんですけども、うん、ほとんど水と変わらないです、重さ。だからまあ、1リットルに対して1キロぐらいだと考えてもらったらわかるかと思うんですけども、灯油缶を1日に運んだりして、1万リットル、まあ、勤務時間は長いですよ、正直。現場入るのは朝の9時で、現場が終わるのは夜の21時ぐらいだったりとかしてたんですけども、当時は。今どうなってるか知りませんよ。そんなことしてたら、本当は、労働基準法違反でずっとそういうことしてたら逮捕されますから、社長とかが。で、まあ河川の中ですから、まあ朝、まあ太陽が昇ってきて、まあ日が沈むまでですから、まあ夕方ぐらいまでが勤務時間になってくると。だからまあ実働、河川の中でその土砂のかき出しを行っている時間が7時間ぐらいになってくるかと思うんです。で、まあそれでも一人当たり、まあスコップでその一輪車もしくは四輪車に入れて、まあそれを、河川から上げて、まあ木の箱とかに入れてね、ロープで引っ張り上げる方法でもいいでしょうし、まあその集めたね、その土で傾斜作って坂道作ってそのまま作ったら四輪車で、一輪車でもうその河川の上まで上げて、でダンプカーに積み込んでいったり、まあ、それもスコップしゃべりでね、だからそういうふうなことをまあまあいろいろ役割分担しながらですけども、いちいち一人当たりいくらなんでもまあ2トンぐらいは行ってほしい。だって週話で10トン運んでるんですから、ほとんど人力で。いくらなんでもプロのアスリートなんだから2トンぐらいはそれくらいしてもらわんとっていう話になってくるんですよね。だからこれ各地を巡業しながらそういう河川の土砂のかき出し、まあプロ野球界の方は、まあ、木切りに行く方で動いてほしいんですけども、それもチェーンソーじゃなくて斧とかのこぎりでね、切ってほしいんですけども、それを各運動部のある高校や大学でかまど発電を作って、まあ、そこで電気を発電して売電すると、まあ、運動部の人たちに参加してもらって、まあ、かまど発電とあと河川の土砂のかき出し、これを行っていただくと、まあ例えば高校生と大学生で運動部の人たちは10万人以上いらっしゃいます。で、そういう人たちが全員動けば、プラス、例えば、まあ、学生さんだから、一人当たり、まあ、1トンぐらいとしましょう、1日。まあ、土日、祝日、どっかでね、出勤してもらって、例えば、野球部が、山に木切りに行ってる時は、グラウンド全体をサッカー部が使えたりとか、まあ、だから実践形式で、試合ができたりとか、僕も野球部だったんですけど、僕は野球部だったんですけども、そのサッカー部もあったから打撃練習とかがほとんどできなかったんですよ。
両方休みの日とかを作ってなかったから、だからグラウンド全体を使える日っていうのが少なかったから、まあ打撃力はいまいちだったんですけども、まあサッカーとかでも同じだと思うんですよ。実戦形式の試合ができるかできないか、それ高校生とか大学生って基本的に自分のところの学校のグラウンドを使うでしょ。だからグラウンド他のクラブチームと分け合うような形でね、で土日祝日に、まあ、月に4回だけでも10万人の学生さんが、河川の土砂のかき出しを行ってもらったら、1人当たり1日、1トンだったとしても、いくらなんでもこれぐらいしてもらわなかったら仕事サボってると見なしますから、ちゃんと時間給払ってね、動いてもらったら、1日で10万トン、一月で40万トン、6ヶ月で、240万トンの土砂のかき出しができると、まあ、いらない石ころとかも運べそうな、ね、人力で運べそうな石ころとかも運んでほしいんですけど、まあ、大体これぐらいの石とかだったらみんな持てるじゃないですか。でそういうのを一日中運んでいたら良いトレーニングに、フィジカルトレーニングになりますからね。だからそういうふうなことを行って町の人たちから良い評価を得ると、防災活動頑張ってますよと、まあ先進諸国どこも少子化ですから、そういうふうなことを行ってね、多くの人に球場に足を運んでもらえるような形とかね、テレビ見てもらった有料番組とかね、まあそういうふうな形で収益性しっかりと上げて、まあ年俸規制はかけさせてもらいますよ。だからまあスタジアムをたくさん作りすぎたのはスポーツ界が原因でもありますから、みんなのために、しっかりと、まあ納税するような形でね、納税っていうのはスタジアムの使用料みたいな形でいいです。サッカーが今のところ試合数を、例えば極端な話ね、プロ野球界と同じ数みたいな形で試合増やしてもらったら、まあ、複数本拠地制度でどこかの都道府県の一つぐらいのスタジアムを自分たち所有にしてほしいなと。それによって、固定資産税払ってもらえますから、それ経験してもらったらね、むやみやたらにスタジアムを作ろうとか座席の数を増やそうとか、そういうふうな無駄にエネルギーが損失されるようなこと言わなくなりますから、それ経験してほしいんですよ、経営者の人たちとか選手の人たちに。そうすれば言わなくなりますから。まあそうすることによってね、建設する時点で重機とか動かしますから、あと解体するときにも重機とか動かすでしょ。だから余計なエネルギーが必要になってくるんですよ。だから最終的に僕の理想は、まあ今シーズンも阪神タイガースが松山っていう地域で、試合を行ってくれてますけども、外野席、まあ、席があるのはね内野のところだけで、外野席のところは芝生だけなんですよ。椅子なんか置いてないんです。みんなでレジャーシート広げて、まあ、座ってみるとか、晴れてる日とかだったらもうレジャーシートとか持ってこないでそのまま座ったりだとか、まあ、そういうふうな、まあ、基本的に晴れてる時でもレジャーシートを持ってきといた方がいいですね。まあそういうような形が理想なんですよ。その方が簡単でしょ。余計なものを作らなくていいですから。で、建設費用とかも抑え込めますから。だからそういうふうな未来のスタジアムとはそういうふうな形です。今日本人の65歳以上の人の割合は 28% ほどで、2045年になった65歳以上の人が 38% を超えるというのが政府の現在の予想であって、ホームページ淡井健介の履歴に、そういうふうな重要なデータっていうのをいっぱい載せてますから、ぜひ、いろいろ見てください。あと YouTube でね、僕はいろいろ言ってる内容とか、ぜひ皆さんのサッカー界で聞いていただけたらなと思います。でチャンネル登録、していただいて、
まあ YouTuber になった人だったら分かるかと思うんですけども、登録者数がね1000人以上で、で再生時間が年間365日で、8000時間以上を超えなかったらお金入ってこないんですよ。それはまあ YouTube の世界ですんでね、あの阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介を助けてくれた人が未だにいないと、ドコモも未だにお金を払ってくれていないと、最終的にそれ裁判所で解決しましょうみたいな形になってしまってるんでね、せめてね、あの淡井さんが言ってる真面目な話しっかりこれ覚えておかなかったら日本本当に滅ぶよ、世界滅ぶよっていう状況ですんでね、しっかりと、動画で私が話してる内容とか聞いていただいてね、ご理解していただけたらなと思います。まあそういったところの努力ができない人は結局社会人としてね、努力できない人っていうことになりますんでね、テレビ出てる人たちがそういった内容しっかりと覚えてコメントしなかったら言ってることめちゃくちゃになってきますんでね、皆さん、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。まあサッカー界だけじゃなくてね、他にもあのつながりがあったスポンサーになってる企業の人とかにも僕はホームページとかで、あの YouTube とかで言ってる内容とかね、ぜひ聞いていただいて、対応していただけたらなと思います。結構あの大きな会社の役員さんにも厳しいこと私平気で言いますんで、なかなか一般人の方とかサッカー選手とかプロ野球選手とかの人それ言えないでしょ、スポンサー関係とかあるから。ただね、あの僕も組織に入ってしまうとそういうふうなこと言いにくくなってしまうんでね、かといって何か収入がなかったら生活保護だったらね、多くの訴訟を一気に行えませんのでね、まあ全員の命がかかっていることですんでね、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。後半戦も、頑張りましょう。ビジスル神戸の皆さん、まあサッカー界の皆さんもそのまあ2リーグ6チーム制に移行すると思います。裁判でもその方向で私の方でも進めますし、政府の方でもそういうふうに動いてほしいと、経済界の方でもと、まあそういうふうな形で話持っていきますんでね、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。だから私から言わせたらね、ちゃんと私のホームページに書いてる内容見てもらったら、 J1 と J2 のチーム合併させて2リーグ6球団で1軍に50人残ってもらって、連続して試合に出れないようにして、プロ野球選手と同じぐらい、まあ年間120試合ぐらいで、まあ、考えてるんですけども、まあ120試合か130試合ぐらい、まあそれで行ってもらってたらいいんじゃないかなと。だから連続して試合に出れないとかをすれば、ある程度選手が試合出れるんじゃないですか。で、日本代表戦とかがあるから、そこで選手がある程度各チームからいなくなったりするでしょ。だからあとね、あとこれプロ野球界にもまあ伝えてるんですけども、私のホームページで、外国人の人たちが今たくさん来てると。まあ、それはサッカー界も同じですけども、それで日本人が海外に行ったりとかしてるでしょ。もう別に、ワールドカップとかでも、優勝も今狙いに行ける位置にいますから、日本は。別に、お互い、もう自分の国でサッカーしたらいいじゃないっていうことなんですよ。人生まで難しくなりますから。結婚とかがね、海外に行くと。だからその辺のところで、まあ、諸事情を書く日系の方であると思いますよ。その親が、ヨーロッパにいるとか、だからまあヨーロッパの方で活躍して、まあ、自分は親の介護があるからヨーロッパで、その親がそのヨーロッパのその国の言葉しか使えないから日本へ自分が帰国して、あの親の介護とかできないからとか、まあ諸事情いろいろあるかとは思うんですけどね、まあそうじゃない人はもう自分の国で、世界中どこの国もサッカーしてればいいと思うんです。これはあの野球界も同じだし、まあゴルフ界とかも同じですし、ごく限られた数人程度が、例えば野球界だったらメジャーリーグ行ってますけども、まあ、その程度でいいと思います。もう10人なんかもう多すぎだっていう感覚ですね、私からすると。それを日本が行ってしまうと、世界中いろんな国から10人ほどね、メジャーリーグに集まってきたりするでしょ。そうなってきたらね、話がいろいろややこしいんですよ。
経営から何から何まで、あとエネルギーの存続の問題もそうですし、その人たちの結婚問題もそうですし、だからまあそういったことも含めてね、皆さん、頑張っていただけたらなと思います。この方向性で足並み揃えてください。その部分でね、勝敗勝ち負けついてる部分もあります。エネルギーの残存量まで、これが一番大きいんでね、本当に神奈川県、サッカー界やりすぎです。気がついたら昨年でしたっけね、 J1 の、神奈川県のチームは4つもあったと。もういい加減にしなさいよと。各都道府県に1つ十分だと何回も言ってるでしょうと。そんなもん僕は20歳ぐらいの頃に話決着つけて、横浜マリノスとフリューゲルスが合併したんですよ。その後本当に経済からエネルギーの残存量問題まで知らない人間が役員にはなるわ。本当に選手は勉強しないわで、本当にね、どこから本当に仕事を覚えさせたらいいのかっていうのはもうこれが僕の本音ですんで、皆さん、僕に怒られないように、しっかりと覚えてください。ご協力のほどよろしくお願いします。長い間ご清聴ありがとうございました。みんなでね、この局面乗り越えていきましょう。で、火災の水門外壁ダム発電なんかが作られてなくても、長靴さえあったら上流部の方なんか水あんまり流れてない、 ありませんから、晴れの日入っていきますから。あとほとんどの地点見たら分かると思いますけども、水よりも高い位置に土砂があるっていうことを見たら分かるでしょ。早くしちゃうもん勝ちですよ。で、テレビ局の方にも、淡井さんがこう言ってるって言っといてくれたらいいです。そういう活動をしてるところがテレビで放送してもらえるって、こういうことでいいです。そしたら放映権にも入ってくるでしょ。こういうことです。皆さん、お互い頑張って、良い世の中作りましょう。よろしくお願いいたします。